ハロルド・ダングラス・ベインズは、アメリカ合衆国メリーランド州イーストン出身の、元プロ野球選手、左投げ左だ。ニックネームは、静かな男。ベインズは1959年3月15日に、メリーランド州イーストンに生まれる。その後地元で育ち、セントミカエル高校在学時には打率。532の記録を叩き出し、全米高校野球で注目された。 高校を卒業する1977年ドラフト会議でシカゴホワイトソックスから全体1位で指名され入団。当時ホワイトソックスのオーナーだったビルベックは12歳当時のベインズがリトルリーグでプレーしているのを見て少年時代より注目していたという1980年4月10日の開幕戦にてメジャーデビューを果たし若干20歳ですぐに レギュラーに定着。1982年には161試合に出場して25本類が105打点を記録。1983年は29本類が99打点でチームの地区優勝に貢献。1984年には自己最多の29本類打をマーク。長打率四十一は アリング1位であった。1984年5月8日のコミスキーパークで行われた対ミルウォーキーブルワーズ戦は延長戦に入り、午前1時を過ぎたところでアメリカンリーグの規定によりサスペンデッドゲームとなった。翌9日に正規の試合前に続行試合が行われ、8時間6分に及ぶ MLB 史上最長時間試合となったが、延長25回裏にチャックポーターから、 中堅方向へさよなら本類打を放つ。この時のバットはアメリカ野球伝道入りしている。1985年は打率309本類打22打点113で初のオールスター出場を果たす。1986年頃より膝の故障に悩まされ、1987年以後はほぼ指名打者での起用が中心となる。 すでにこの時点でオーナーのジェリー・ラインズドルフがベインズの背番号3を永久欠番に指定することを確約しており、1989年シーズン途中に2対3の交換トレードでベインズはテキサス・レンジャーズへ移籍するが、この移籍対談をもってベインズの背番号3を永久欠番に指定している。ベインズのホワイトソックス在籍時の背番号3。 シカゴホワイトソックスの永久欠番に1989年指定。レンジャーズに移籍後、今度は1990年のシーズン途中にに、選手との交換で、オークランドアスレチックスに、いわゆるフラッグトレードで移籍。この年アスレチックスは、リーグ優勝を果たしており、 自身初のワールドシリーズ出場を果たすが、相手となったシンシナティレッツに一勝もできず4連敗で敗退してしまった。1991年は打率295、20本塁打、90打点の活躍で4年ぶりにオールスターに出場し、1992年はアスレチックスの地区優勝に貢献。1993年に マイナーに投手との交換で、地元のボルチモアオリオールズに移籍し、同年は打率。313。翌1994年は、294。1995年は、299を記録した。1996年にはフルスホワイトソックスに、フリーエージェントで復帰。再び永久欠番、3をつけてプレーする。同年は、打率。313。 本類打22、打点95の好成績だった。1997年シーズン中に再び、フラッグトレードでオリオールズに移籍し、チームのプレイオフ進出に貢献。1999年には8年ぶりのオールスター出場を果たすが、この後でクリーブランド・インディアンスに移籍。背番号は33をつけたが、この年は40歳にして25本類だ。 103、打点をマークした。2000年は、オリオールズに、また復帰して、開幕を迎えるが、同年7月20日に、フルス、ホワイトソックスに復帰する。最終シーズン、インタビューを受けるベインズフルス、シカゴホワイトソックスに2度目の復帰を果たした。翌2001年は24試合出場し、現役を引退した。引退後、2004年3月に、 ホワイトソックスのベンチコーチに就任。2015年までコーチとしてチームを支えた。2005年には現役時代に果たせなかったワールドチャンピオンをコーチとして成し遂げた。2016年ホワイトソックスのスペシャルアドバイザーに転身。2019年ベテランズ委員会の選出でアメリカ野球殿堂入りを果たした。 現役時代のベインズ、一本足打法で打っている、指名打者としての出場試合1652は、メジャーリーグ記録である、通算384本塁打を打ち、シーズン30本塁打を打ったことのない選手の中では、歴代2位である。また、指名打者においての通算本塁打236本も、2004年に、エドガー・マルティネスに更新されるまで歴代1位である。 通算1628打点は、メジャー歴代30位。勝負強さが持ち味で、通算満塁本塁打13本の記録もある。また、前述の通り、静かな男のニックネームで、当時最も無口なメジャーリーガーと言われていたという。球場には誰よりも一番先について黙々と、練習に励み、人望が厚かった。ベインズは、よく、昔の名選手の誰かが僕に似ているというけど、 僕としては、そんな風に比較されるのは好きじゃない。僕は、ハロルド・ベインズなんだ。ファンが、球場に足を運んで見てみたいと思う選手になりたい、だけだと述べている。ベインズは2007年に、アメリカ野球殿堂入りの候補者資格を得たが、初年度の殿堂入り投票では29票しか、得られなかった。2008年度以降の投票でも、 電動入りに必要な得票率75%には届かず、むしろ足切りラインの得票率5%を過労じて上回る程度であった。2011年の投票で得票率が4.8%と5%を下回り電動入りの資格を失ったが、前述の通り2019年のベテランズ委員会選考によりリースミスと共に電動入りを果たした。 ありがとうございます。